今度カスタムやるから浮間さん出てくださいよ。え、いいっすか。もう出たいっす、出たいっす。え、もう決まってんすか、日程とか。日程まで決まってないですけど、やりませんかって話聞いて。ぜひぜひ、ね、はい、呼んでいただけるなら。いやいやいや、それはもちろん。いや、ありがとうございます。楽しみだな。こっちですね。ちょっと右側に多いですね。真ん中おりますね。あ、じゃあ僕こっちの方から行きます。おーい、一人割った白はもう、やばいやばい、一番やりやすい。ここで奥太郎、ナイス、割りました。もう見れなんで、ナイス、ナイスー、いいっすね、ナイスカバーでしたね。あれアーマーなかったっけな。アーマーここにありますよ、300の。あ、そうです、もう取られますよ。じゃあどうぞ。あ、ハボクありますよ。あ、もうちょっと今回は、あ、でもハボクにしよう。あ、でも悩んでるやつだ。悩んでますね。ちょっとカービンあるんで。了解っす。ボスエッグ。おお、ええの来た。なんや。G7 スカウトを発見。 G7? あ、いりますか？どうぞ。なるほど、ボセック持ってたんですね。そうなんですよ。一人、ワンノック。いやー、ミリミリミリ。いやー、惜しいな。一人やった。ナイス？ナイス、任せ、ナイス、ブラハロー、やった、ナイス、うまい、上手。いやー、ナイスカバーでしたね、今。ありがとうございます。もう喋れなかった、今。あ、起こします、ごめんなさい。ナイスよ。すぐ横やん。そうっすね。いやー、よかったっすねー。ナイスカバー。めっちゃキルポ出る。全然ダメだ、チェーンのキルポめっちゃ高い。ラッキー、キルポとダメージが全然合ってる。カバーできたから、カバカバカバ。そうっすね。カバカバ。ナイス。まあ、ゆっくりでいいっすね。ここは。はい。キルポもいっぱいありますしね。そうですね。いやー、まあ、ここでキルポ。ラッキーキルポ。ラッキーキルポ。カバーキルポね。カバーキルポ。そう、ラッキーってカバーですよ。実力キルポ。素晴らしい。これはこれでよしですか。そうっす、でもないです。ちょっと休憩や。行き着くね。まあまあまあ。のんびり行きましょう、のんびり。うん。いいよ。7部隊。この次のアンチで、はい、ポータル使ってそのアンチの方向に行くのでまだ大丈夫です。舞台数まだ多いんで5掛けなんでフルパのパーティーが3チームかな。その計算どうやってするんですか。今7さん21じゃないですか。21で2、そうですね、5人いないので、まあその5人なんですけど、5人のうちの基本的に2人掛け2人掛け1人掛けなんですよ、ほとんどが。あの要するに1人だけかけてて残りディオのチームってぶつかり合うとそんな多くなくて、なるほど、だからまず確率的に、そうっす、確率的にまず221がほぼ確定してるので、例えばディオ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 みたいな状態ほぼほぼないんで、なるほどなるほど、はい、なので、まあ、221で考えた時に3チームあるじゃないですか、そこ でそしたら残りが、自分たちのパーティー入れたら4チーム、入れなかったら残り3チームって感じですね。そしたらフルパが残り3チームいるなっていうのがなんとなくわかる。なるほど、はい、ちょっとわからなかったごめんなさい、下手くそね、ごめんなさいいや今、でもなんとなくわかる、はい、すいません、いやいや、